おはようこんにちは、そうくんです。私は昨日ちょっと一人の福音派の宣教師とそういう罪の話をしたので、だから、その気になって動画でも作るんじゃないかと考えたのでこれを作った、キリスト教はね、みんなが罪を犯していると思って、そしてその罪に対する罰は死と思っている。その死は物理的な死ではなく、つまり神がわざわざあなたを殺しに行くわけではない、霊的な死です。つまりあなたの物理の死の後、あなたの霊は神から離れて地獄に行きます。そう信じている。皆さんはキリスト教を信じている人と罪は何なのかと、そういう話題について話したことはありますか？その人たちは時々一つの悪い癖がある。罪は何なのかで聞かれたのは、物を盗むと、人を殺すと。ここではまず、確かに人を殺す、物を盗むのは一般的には良くない。しょうがない時もあるけど、例えば命が脅かされた時も、でも一般的には良くないというのは認めて、しましょう。でもこういうのはキリスト教が言っている罪の本質には含まれていない。その人たちになぜああいう行動は罪なのかって聞いてみよう。特に大事な質問は、とある行動が罪であるというのは何らかの客観的な基準があるかが罪ですか？それとも神様がそう言っているかが罪なのか？やっぱり物を盗むや人を殺すという例えだったが、別に他人に害を与えたのか、それとも神の命じたことを従わなかったのか、なんか分かんないんじゃないですか。キリスト教には詳しくない方だったが、他人に害を与えることかどうか、そういうのがキリスト教の判断基準だと思ってしまうことは多いのであろう。キリスト教徒はそれぞれだから、それぞれの答えが出てくるのでしょう。昨日私と話した宣教師は、神様がそう言っているかが罪であるという主張を持っている方です。その問題は何なのかというと、神自体を道徳基準にしてしまえば、私たちにとってどれほど残酷なことでも、神がやった以上、それが正しくなってしまう。本当にそんなことあるのかで、聞きたい方もあると思うんで、たくさんの事例から一つを言いましょう。列王記下2の23から25から、小さな子供がエリシャ、つまり神からの預言者の一人を嘲笑った。ハゲって笑った。そしたら、エリシャが子供たちを登って、二頭の熊が出てきて、子供たちのうちに42人を引き裂いた。というストーリーが聖書の中に書いてある。私たち、今の社会から見ると、ありえないぐらい残酷な話だと私は思っています。しかし、神以降正しいと考えてしまうと、その人たちは力作ってそれを正しいと証明するしかありません。自分の道徳判断をやめることは、人が自分を操ることを許すことです。だからこの世界にたくさんの宗教があって、その信者はみんな力作って自分の信仰が正しい、他人の信仰が間違っていると証明しようとしている。でも、もし本当に何でもわかる神があったら、なぜみんなを納得するまで説明するのができないんでしょうか？なぜ独裁者みたいに自分が言ってるかが正しいっていうの？逆にもし客観的な正しいと正しくないという道徳基準があるなら、私は別にそれでもいいと思いますが、神は言わなくなるんです。つまりその道徳基準さえあればいいので、別に神がいなくてもいいんじゃないかということになります。キリスト教徒はよく聖書に正しい道徳に関する教えがいっぱいあると誇っていて、だから正しい道徳基準を勉強するなら聖書を読むのは一番近道としています。例えばイエスは自分のように隣人を愛せよという言葉、多くのキリスト教徒が感動しているのですけど、その千年よりも前に言われた
己の補せざるところは人に施すなかれとは似ていないか。私個人的の立場はこの2つの選択肢より、聖書の中に書いてある正しい言葉がたくさんあると思っていながら、正しい真理が書いてある本は聖書だけではない。そして聖書が書いてあることは必ずしも正しいというわけではでもないと考えています。私は自分の道徳基準が正しいとは主張しない。その代わりに自分が間違っているとき、人が意見を言うとき、ちゃんと相手を理解して間違ったが改めるというのが方針です。まあ、よく間違いを凡人にとっていいんじゃないかと私は思っています。最後に話したいのは聖書の中の具体的な内容について語りたいと思います。聖書はね、ここも頭の言葉もたくさん書いてあるんですけど、私から見ると変なものも結構あるのです。例えば人を妬むことを聖書は罪としています。でも私から見ると人を妬むことはいいことでも良くないことでも何でもと思っています。例えば人を妬むと自分を良くする動力にもなれる、頑張る動力にもなれるんです。もちろん人を害を与えることもあるのです。人を妬むと、つまりその感情自体がいいか良くないのかではなく、私たちの行動の結果によって良し悪しが生じるのです。人を妬むことは、まあ、誰でもやったことがある。でもそれは私たちが犯した罪ではないと私は言いたいのは、考えるだけで誰にも害を与えてないんじゃないか。だから私から見るとキリスト教は自分の救いが意味を持たせるためにわざわざ罪という概念を作り出して、まあ、拡張して地獄を作り出して実質人を脅かそうとしてるんじゃないかと私は思っています。反対的にキリスト教は人を愛する感情はよくいい感情としている。でもとある人を愛することはその人を他の人よりかばってしまうことが生じる。例えば国を愛する、民族を愛する、神を愛する、そういう大義名分の裏に実際排外主義をやっている人も結構あるんじゃないかと私は思っています。だからそもそも妬むことが良くない、愛することがいいと言っても道徳観念として簡単すぎるんじゃないかと思っています。まとめに、私たちは罪人なのかという元の質問に戻りますと、まあ、とある宗教が勝手に主張された判断基準で判断されても私は困るんです。だって他の宗教も他の基準を勝手に作れるんじゃないか。例えば、まあ、こういう宗教としてこういう宗教だとして、まあ、あとこういう宗教、まあ、たくさんあるんです、キリスト教とは選択的に人が納得するような一部のキリスト教の道徳基準を出しているんですけれども、全体から見たら納得しにくいとしか言いようがない。もちろんこれはまだ信じていない人に通じる話です。もう、まあ、信じていて結構、まあ、投入している他の意見が受け入れなくなった人たちにはやっぱりこんな話しても役に立たないと、まあじゃないかと私は思っています。だからそういう人たちにはどうやって今の宗教が正しいと認識したのかを聞いた方がいいんじゃないか、まあ、話したい内容は以上で、もし何か質問コメントなどございましたら下のコメント欄でお願いします。ご視聴ありがとうございます。ではまたね。